今回は頑張らない成功法則についてお伝えしたいと思います。で、頑張らないって聞くとそんなんでうまくいくかって思ってしまう気持ちは本当によくわかるんですけど、というのはですね、僕もですね、何年か前、まあ、2、3年くらい前ですかね、頑張って努力しないと、まあ、うまくいかないんじゃないか、ビジネスも人生もうまくいかないんじゃないか、やっぱり苦労してこそなんか人間成長するんじゃないかみたいに頑張っていた時期があるので、そんな頑張らない成功法則なんてあるか、そんなものあるわけないだろうって思ってしまう気持ちは本当によくわかるんですよね。でもですね、頑張ってなんか成し遂げたりとかですね、なんかそういう頑張れば頑張るほど幸せになれるんじゃないかって思ってた時期もあったんですけど、なんか苦労していると心は全然幸せを感じることができないどころかですね、幸せを感じる感度すら鈍っていくっていうのをなんか感じてた時期があるんですよ。で、なんでこんなにその頑張っても幸せになれないのかなみたいなことを、考えた時期があったんですよね。で、なんかなんとなくそれで分かってきたのが、例えばですね、楽しむために時間を使おうとするとなんかね、こんなこと楽しんでて、こんなんで楽しんでていいのかなとか、もっと別なことで頑張らなきゃいけないんじゃないかなって言って、なんかしないとなんかしないのとって駆り立てるような気持ちになってしまって、なんか余裕がない人生を生きてるような感じがあったんですよね。で、それでどうしてその自分を楽しませることができなくなってしまったのかなって考えてみるとですね、なんかそれまでのそのビジネスで、それまで根性で頑張ってしまってたからなんじゃないかなって思ったんですよ。で、心の幸せをすごく犠牲にして頑張って成功しようって思ってしまってたんですよ。なのでその心が麻痺して幸せを感じられなくなってしまってたんですね。で、これはなんか本末転倒だな、幸せになるためにビジネスで成功しようと思って頑張ってるのにこれは本末転倒だなって思ったので、なんかそれをそれに気づいてからですね、ビジネスで根性を使わないようにしようって思ったんですよね。そうしたらですね、得られる結果はあんまり変わらなかったんですよ。で、頑張って得られる、頑張るとなんかたくさんいい結果が得られるって思うかもしれないですけど、頑張って得られる結果と頑張らずに、トントン拍子でやった結果と、それで得られる結果ってあんまり変化ないな、あんまり変わらないなっていうことに気づいたんですよね。まあそれはそうなんですけど、頑張って、まあコンビニまで行くみたいなのと、頑張らずにトントン拍子でコンビニ行くっていうのと比べてみたら、結果的にはコンビニ行けるわけですよ。頑張ってローソンに行くぜって気合いを入れなくてもやっぱりローソンには行けるわけですよ。なので、その頑張るのと頑張らないのとではあんまり得られる結果に違いはないんだなって気づいたんですよね。で、頑張らないとその成功しないっていうのはやっぱり勘違いというか、ちょっと思い込みに近いものがあるんじゃないかなって思ったんですよ。で、頑張ってない自分はダメだみたいに悩むのは、結局それは悩みたいだけなんだなっていうのも分かってきたんですよね。なので、それ以来その頑張らずにその、まあ、やりたいこと、やれること、目の前のことをこなそう、行動しようって決めるとですね、なんかね、悩まずに頑張らなくてもいい結果がどん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 引き寄せられてくるんですよね。なので、それ以来その頑張らなくても、あ、成功できるっていうのはこういうことなんだなっていうことに気づいてたんですよ。
得られないぞっていうようなその壁にぶち上がってる、当たってるとしたらですね、まず頑張るのをやめる、そして頑張らずに行動するっていうことをですね、ちょっと意識してみるといいんじゃないかなと思ったので、ちょっと今回その頑張らない成功法則についてお伝えさせていただきました。この動画の下の概要欄にですね、もっとお役に立てるメールセミナーのリンク載せておきますので、そちらも参考にしてみてください。